達人の道。音楽を奏でる自衛隊をご存知でしょうか。救援活動など大震災で大活躍した自衛隊には心から感謝しています。その力は大きいですね。それぞれ考えとかあると思いますけれども、私たちはもうとにかく愚直に、一歩一歩前進するために精一杯だったです。被災された方たちのために少しでも活力になればと、我々にとっては当たり前の行動ですが、そういった思いで従事してまいりました。最初のうちはもう一日はもう長く感じられたんですけども、後半皆さんから、笑顔をいただいて、お礼の言葉をいただいて、またその被災者の方に何かこちらができる最後支えるかなっていうふうに考えられるようになりました。でまた今後につきましても自分できることをこれを考えていきたいなと考えています。自分が自衛官は、本当一部のことしかできないかもしれないんですけど、できることがあれば被災者のために一つでもなんか力になれればいいかなと、全力を尽くして頑張っていきますので、被災者の方たちも頑張ってください。我々も、今ブルーインパルスで展示行という形の任務をいただいてますが、被災直後についてはもう飛ぶことなんて全く考えずに佐賀県と、任務をずっとやってきたわけなんですが、展示行っていうのはできるのは我々しかないと、できることをやるっていうのが復興の、形になるのかなと、いうふうに思うようになって、今は与えられた任務をしっかり頑張っているという思います。国民のために力になれることがあれば、一歩でも二歩でも前に出て胸を張って頑張っていきたいと思います。音楽活動も救援活動の一つということがよく分かりました。伝わる人の思いや気持ち、素晴らしいですね。祭りは毎年開催されています。私たちがいるこの国と世界を大きな愛で包んでくれる音楽祭、ぜひライブでご覧いただきたいです。
そんな被災地に送りたい歌とメッセージを募集しています。全国カラオケ事業者協会で検索して応募してください。音楽は皆さんの心を一つにしてくれる魔法です。まさに達人、素晴らしいですね。未練追いかけて九州の山陰の湯の町人よしへ、熊本から八代抜けて列車は走る、熊川沿いを空いたさ一途でやって、次回の達人の道は公募、お楽しみに。